これはかっこいいことじゃなくてね、僕は 楽したいからです自分でせーの、わ、森本だよ、森岡南出身ですおありがとうございます。指導論についてもですね、いっぱい質問をいただきました。指導上、勝利以外に大切にしてきたことはありますか、優勝して結果以外に得たものは、今の高校生に必ず教えるべきことは、なぜ人と違う発想ができるのですか、これについてはいかがですかね。まあ、僕自身が高校の時にその水村先生という先生に出会って、僕たちは全国大会とか出たことはない、東京の都立の学校だったんですけど、3年間その先生にその人間としての生き方を教えてもらったんですね。これは日本の部活の良さで、勝つことだけではなく3年間の中で人間としてどう生きるかみたいなものを部活動で教わる、まあ、学校の強化活動とかそういうホームルームとか修学旅行とか学校の行事でも学ぶことはすごく多いですね。友達ができたり、でもうちの先生もすごい苦労されて大学出た方で、ちょうど日体大を出た時に僕は高校1年生で、で当時高校の時にちょっと家庭の環境が良くなかったものですから、あの父親が働かないで朝からお酒飲んでたり、まあ最終的には高校3年で両親が離婚したり、で僕も大学の進学ができなかったり、もう働かなきゃいけなかったりっていう家庭環境を、その先生が、まあ、バスケットボールを通して、まあ、弟が2人いましたので、どう生きるかっていうことを教えてもらった。だからバスケットボールも大事なんですけど、その人間の活動の中にスポーツ活動もあるから、根本的な人間の活動を良くすればスポーツ活動も当然良くなるっていうことだったので、そういう人間力を高めるっていいますかね、そういうところに力を注いできました。ですからプレーのミスよりもトライの仕方が悪いと、まあ、練習を止めてちょっと集合って言って、どういうあのトライの仕方してるんだって、それちょっと人間的におかしいんじゃないかっていうようなことのお説教が多かったですね。僕体罰は手を挙げたりはしないんですけど、お説教はなかったですね。お坊さんがどういうようなお話をしてるかとか、そういうものも勉強しましたし、いわゆる民衆の生活を良くするために説法っていうのがあるんですね。あの人に親切にしなさいとか、助け合わなきゃダメですよとか、そういう話をお坊さんすると思うんですよね。ただ僕が説教した後に子供たちが手を合わせてありがとうございましたって言ったことはないですけどもっとありがたい話なんだぞと思ってます。勝利以外に大切にしたことはそういうことと、あとはプレー面では大学社会人で活躍できる下地作り、もうほとんどあの 100% 卒業してみんなバスケットやってくれてるんで、ありがたいことに。だからそういうところで大学行っても、あ、こんな知らないのって言われないように、そういうものは用意してきました。はい、そうですね。で、優勝して結果以外に得たものは、やはり、まあ、今回も自分がいろいろとバスケットやってきた中でそういう優勝とかそういう成績があったので、今回こう呼ばれてると思うんですけども、いろんなマスコミに取り上げられて、その中で多くの指導者と出会ったということですね。あのオリンピックの委員をやった橋本聖子さんも新潟のコーチサミットというのに呼ばれて、橋本聖子さんと増田明美さんとか、あの浜投げの室伏浩二さんを育てた成田高校の滝田先生、あの俳優の滝田栄さんのお兄さんなんですけど、もうこの方は亡くなられたんですけど、あと野球の小葉監督、それから黒岩さんを教えたスピードスケートの専修大学の前島先生っていう、あと僕と5人でパネルディスカッションっていうのをやって、夜懇親会で飲んだ席上に橋本聖子さんが、あのその当時自転車も出て、なんであのお前そんなにな、オリンピックにこだわるんだって言われたことがあったんですよ、マスコミに。でそれを質問したんですよ、なんで自転車やってるんですかって。自分はあの恵まれない子供たちの養護学校とかを訪問することがあって、お姉ちゃん頑張って、お姉ちゃん頑張ってって言われるんで、その子たちのためにも自転車でも頑張るんですって。すごくいいことじゃない、なんで言わないのって言ったこともあるんですよね。そういういろんなジャンルの人と、でスピードスケートの前島さんはスピードスケートとローラースケートは違うんだよって、自転車のトレーニングもあれ仕方なくやってんだよって、やっぱりということで、やっぱバスケットはやっぱりバスケットの指導が大事だなっていう、他で代用するっていっぱいありますよね、トレーニングもいっぱいあるけど、やっぱバスケットはバスケットの指導が大事、うん、あのそういうふうに思いましたね。で今の高校生に必ず教えるべきことは、まあ、この教え子は必ずインタビューで
みんな言ってると思うんですけど、自分で考えて自分で行動するっていうことを高校3年間で教わったと。宮澤選手の記事も書いてましたね、はい、これはかっこいいことじゃなくてね、僕は 楽したいからです自分で一日三十何人にあなたはこうしなさい、あなたはこうしなさいっていうではなくて、自分で考えてやったらっていう。でそこでやっぱり人間的な成長もありますし、こちらも一日この選手この選手この選手ってやらなくても、僕も子供たちを通して成長してるわけで、人間としては死ぬまで、どなたもそうなんですよ。死ぬまでやっぱりね、体を衰えてもね、脳の活動も衰えてても、やはり生きてる限りはやはり何かこう新陳代謝というか新しいものを得ていかなきゃいけない、やっぱりそういうようなものはやってくださいと言ってます。あと人と違う発想ができるのかっていうのは、幼少期に親父がいい加減だったので、母方の祖父とこう接する機会が多かったんですけど、その時いわゆるだからそのおじいさんがですね、順番なんでだどうしてだっていう質問をされたんです。でも子供たちは知的欲求があるから、なんでどうしてなんで空が青いのとかって言うじゃないですか。そこで大人がなんで青いに決まってんだとかって言うと、知的欲求が閉ざされちゃうから、できるだけ答えるようにしなさいっていう教育なんであると思うんですけど、逆におじいさんは僕になんでどうしてって聞くから、なんでだろうって考えるようになったんですよ、やっぱり。それがずっと続いていて、イギリスの海洋詩人でノーベル賞も文学賞を取った人、なんとかキプリングさんっていう人が、 5W1H が自分のしもべで、いつどこで何をどのようにどうしたかっていうのを自分を成長させたっていうふうにやったんですよ。だから子供たちにも常に 5W1H、 いつどこで何をどのようにどうするっていうことがあるんですし、僕もそういうふうにやってきたんで、なんでどうしてっていう、はい、未だに分からないのはやっぱし女心ですね未だにね、なんでどうしてっていうのがあって、敬老の日で100歳以上が過去最高になったって出てましたけど、男性の寿命がですね200年あったら多分分かるかなと思うんですね。女性ってこんなもんだって、分かる前にみんな死んじゃうんで、女性は永遠に謎であるっていう言葉が残ったんだと思います。それは間違いないです、今のところごっつぁんです。分かりません。で子供たちも僕は女子の指導だったんですけど、うちの奥さんの卵なんで、なかなかなんでっていう